馬氏は、アメリカ合衆国出身のバイオリニスト、ミュージシャンである、ケイイシバ氏による、ソロプロジェクト。ジュピターワンのメンバーであり、オブ・モントリオール、デジーナ・スペクター、ソンドレ・ラルケなどのツアーメンバーとしても活動している。本名は、カオルイシバ氏。アメリカ合衆国ワシントン州シアトル生まれだが、両親は共にオールドドミニオン大学の教授であった、ため、同大学がある。 バージニア州ノーフォークの東海岸で育った。7歳からバイオリンを始めていた。マシュー・フォンテーン・モーリー高校を卒業。コーネル大学を落第した後、ボストンのバークリー音楽大学に進学。マット・グレーザーにジャズバイオリンを指示。また同大で、後に妻となるピアニストの稽古と出会う。卒業後、オブ・モントリオールのメンバーなどとして活動。2002年に結婚して、ブルックリンに、 移住、2006年に第一子を設けた。同時期からソロとしての活動を始め、ツアーメンバーとして参加していたソンドレ・ラルケやレジーナ・スペクターのオープニングアクトなどとして、ソロ活動を開始した。2011年にソロとして初の EP、ルーム・フォー・ドリームをリリース。当初は iTunes とバンドキャンプでの配信限定であったが、後にレコード版としてもリリースされた。 翌年の2012年にはアルバム 151A をリリースした。また、ドコモのスマートフォン、アセンド HW-01E の CM に楽曲提供を行っている。騎士、バシは、バイオリンやギターとボーカルを組み合わせた楽曲を手掛ける。他、オブ・モントリオールのケビン・バーンとのデュエット曲や、バイオリンやドラム、キーボード、ビートボックスを駆使した。 ワンマンオーケストラによる楽曲などを制作している。ありがとうございます。